トップマルケス18分の1スケールレジンキャストミニカー 312T21976年、カーナンバー2番、クレイ・レガッティオーネです。こちらのモデルは、全長が約、25センチ、幅が、約12センチのミニカーになります。そしてこちらが、上からのアングルになりますが、この当時の、こういうすごい美しい、フロントウィングと、このリアウィングも特徴的で、ものすごくこう反射するぐらい綺麗な作りになっています。で、ホイールの方もこういうメッキ調になっておりまして、タイヤにもグッドイヤーのマークがあります。そしてこういったダクトのところなんかはメッシュの方が貼られています。そして、後ろのエンジンの部分も細かく再現されており、サスペンションも細かく作られております。でこちらが右サイドになります。でこちらが、上の方からですけど、まあ、この赤色もすごく鮮やかな綺麗な赤になってます。そして、シートはこのハンドルと同じようにこうフェルトのこう貼られたようなモデルになっており、シートベルトは布製、ハーネスは金属で作られております。でメーター類もちょっと見づらいですけど、メーター類も細かく作られております。でこのようにすごい細部までこだわった作りになっております。でこちらの方には、このようなアクリルのケースがつきますので、これでホコリ対策にもなります。これで以上です。